はい、こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にある龍ハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は患者さんから、寄せられた質問ですねに対して、回答の方をしていきます。では早速紹介の方していきますね。ちょっとね、何を聞かれたかというと、あ、ヘルニアに対する質問ですね。ヘルニアは手術しないと完治できないんですかという質問ですね。Y さんですね。 Y さんからいただきました。ありがとうございます。ではそれに対しての回答なんですけども、これ本当にでも多いですね。手術しないと完治しないんですかっていう質問ですけども、そもそもヘルニアに対する考え方っていうのが間違ってるパターンが多いですね。ではそれどういうことかというと、ヘルニアってまずどうなってるかというと、ちょっとすみませんね、これ持ってきますね。これ骨模型なんですけども、ヘルニアってこれ赤い部分なんですね。でちょっとすみませんね。でこの透明のやつが椎間板ですね。でこの中にある組織がグニュグニュって出てきて飛び出る。でこの後ろにある黄色いのを刺激するのがヘルニアなんですね。じゃあなぜこれがニュルニュルって出てくるかというと、椎間板っていうのは骨と骨の間に挟まれてるんですね。なのでこれが上下からグーッと圧迫されると飛び出る。で椎間板っていうのは後ろに飛び出るんですね、斜め後ろに。ってことは前でギューッと圧迫されてるからヘルニアになるんですね。なので要は例えば手術してさっきの飛び出た赤い部分を取ってしまう、それ取ったら一時的に神経の圧迫は取れるんですけども、要は上下から圧迫してるっていう要因がなくならないことにはヘルニアっていうのは感知しないですね。で実際にヘルニアって再発率がすごい高いんですけども、これなんでか言うたら、要は上下から圧迫する要因っていうのがなくなってないからなんですね。じゃあ何がその上下からの、特に前後での圧迫が起きるのかっていうと、要はこれですね、ちょっと見えますかね。でこれは頭で骨盤ですね。で要は横から見た姿勢ですね。で頭と骨盤でこう背骨がこういうふうに湾曲してるんですね。でこれで要はまっすぐになってると正しい姿勢なんですけども、ヘルニアの方に圧倒的に多い姿勢っていうのが頭骨盤で背骨がダラーンとなってるような姿勢、要はここでダラーンとちょっと見にくいですけどっていうような姿勢になってるんですね。すると要はダラーンとなったら前で圧迫されますよね。前で圧迫されるっていうのはさっきの要因なので後ろに飛び出るってことなんですね。要は姿勢が変わらないとヘルニアってのは治らないってことなんですね。なので手術して完治するかしないかっていう問題じゃなくて、そもそも椎間板ってとこに負担をかけてるってことを言うたらなくしていかないとヘルニアってのは完治しないですね。逆に言うと、いくら飛び出てても上下から圧迫して飛び出す要因っていうのがなくなると、実は飛び出た部分っていうのは、人間っていうのは飛び出た部分は異物として判断して、マクロファージっていう、要は免疫の細胞が集まってきて食べてくれるんですね。なので上下からの圧迫がなくなると3ヶ月で自然になく治るっていうのがやっぱ分かってるんですね。だからヘルニア動向を治すんじゃなくて、ヘルニアにしてる要因を治すっていう考え方が非常に大事になってくるんですね。なので今日の動画で分かってほしいのは、ヘルニアは完治は、手術して完治はしないってことですね。で完治させるためには負担をかけてる姿勢とかを変えていく必要があるってことが重要になってくるんですね。じゃあどうやったら負担かけなくするかで、一番いいのはやっぱりまずは座り方を変えること
ですね。でヘルニアっていうのは実は座り方が悪くてなってる方が圧倒的に多いですね。なのでこの下の説明欄に別の動画でヘルニアを解消するための正しい座り方ですねをお伝えしている動画がありますので、そちらの方のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方も次見ていただいて、ヘルニアにならない座り方を覚えていただいて、自分で椎間板ヘルニア解消につなげていただければなと思います。はい、では今日は、Y さんからの質問にお答えしていきました。以上になります。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。